乾杯。乾杯。こちゅうすごね。でない。何年になるんだろう。昭和39年。もともとはね、秋田市民市場、この斜め向かいの。そこで食堂やってたのよね。私途中で嫁に来たの。でいい時もあったし、悪い時もあるし。で日本酒が今人気があるので、それで。でみんなお酒好きなお客様が多いのよ。若い人たちでも。それで恵まれたっていうか、お客様に恵まれてるっていうか。それで助けてあげてる。缶詰だ。今息子とほらバイトさんが本当によく頑張ってくれるのよ。この子供たちがいるからこそ私たちが営業していけるっていうね。私何年来れるかわからないけれども、まずお客様の帰りの笑顔、またねって言ったらバイバイって言ってくれるのがね、食堂をやってて一番嬉しいですね。ありがたいです。どうもね、ありがとう、またね、どうも。